夕張市、夕張市は北海道中部空地地方の市である。夕張メロンの産地として知られる。北海道の中央部に位置し、かつては石狩り丹田の中心都市として栄えたが、1990年、平成2年までに全ての炭鉱が閉山した。その後、闇記載が発覚し深刻な財政難となり、2007年、平成19年3月6日をもって、 財政再建団体、現在の財政再生団体に指定された。地名の由来は、アイヌ語のユーパロ、公線の湧き出るところから、原案者は、北海道の名付け親でもある、北方体験家の松浦武四郎であり、初代開拓法案として1869年に提出した、軍名権議書、軍の義にふさる条項書き付けには、由来を、ユーパロ、 温泉の口、読みを、夕張と示されている。空地地方南東部の山あいに位置する。夕張山地と空地山地にまたがる石狩丹田の南部に位置し、かつて地域に多くの炭鉱があった。地域東側には山林が広がり、その山林や集落部から流れる川は南部で合流し、夕張川として南部を渓谷を作りながら流れている。人口は、 地域の西側、紅葉山地区から夕張地区まで谷間を縫うように走る JR 北海道石章線、夕張支線に沿って集中している。しかし、それでも2015年を過ぎた頃には、石章線夕張支線の輸送密度が10を割り込む状態に転落した。そして結局、2019年4月1日に夕張支線は廃線となった。なお、市役所は過去に、 夕張炭鉱があった谷合の集落の最北部に設置されている。大きく7地域に分けられる。この内鹿島は山岳地帯を除く大部分が2014年の夕張シューパロダム、淡水開始により水没しており、住民がいる地域は6である。明治以来、炭鉱開発や農地開拓の都度各地に地名地盤が付けられ、その数は70以上に及んでいたという。 夕張情勢施行後の1919 19年21時を設定し地盤を整理。さらに1942年施政施行を前に地名地盤を再編して28時となる。この28時が現在の町名に至っている。明治初期から炭鉱の町として栄え、空地地方でも特に多くの石炭を産出した。1874年。 明治7年にお雇い外国人で北海道開拓し、当時のベンジャミン・スミス・ライマン地質学士がこの地を指し、夕張川流域に石体鉱脈の存在が考えられると発表。1888年、明治21年に北海道庁の技師で元ライマン調査隊隊員の万一太郎が再調査により大路島鉱脈を発見。 入職者の募集と試掘に始まり多数の炭鉱が開かれ国内有数の参誕地として盛況を誇った。1960年、昭和35年には北端、夕張工業所、平和工業所、三菱、大夕張工業所の三大工業所を中心に北端機械工業、鉱山、産業機械製造、北端化成工業所、コークス、 化製品製造などの連産業も発達し、116,908人の人口を抱える都市となった。しかし、昭和30年代後半以降、エネルギー革命による石油へのシフトが進行。海外担当の競争、相次ぐ事故、国の石炭政策の交代に直面。工業者側も手をこまねえていたわけではなく、製鉄所向けコークス用などの原料炭。 高品異端など、価格の高い炭種の供給に活路を見出すべく、大きな期待と生産をもって、三菱南大夕張炭鉱、北端夕張新炭鉱が開発されたが、その後の鉄鋼不況により需要は伸びず、1973年、昭和48年に大夕張工業所が閉鎖された。それ以降、閉山が相次ぎ、さらに百八十一年、昭和十六年には、 市内屈指の規模を持ち機関事業所だった北海道炭鉱汽船北,北端夕張新炭鉱ガスと出事故が発生後に夕張新炭鉱を運営してきた北端夕張炭鉱,鉱株式会社が倒産するなど石炭産業の衰退に拍車がかかった石油ショックの克服を大義名分とした韓民の多岐にわたる国内主源振興策も決定だと張らず その後の安価、良質な海外資源へのなだれ現象、そして政府の合理化政策の前に核炭鉱の経営は自利品となっていき、企業は国内の炭鉱から次々撤退。国内第一の規模、炭質を誇った夕張もその例外ではなかった。1990年、平成2年に最後まで残っていた三菱石炭工業南大夕張炭鉱が閉山した。 夕張はもともと炭鉱の開発により山合いに開かれた都市であり、平坦地が少なく大規模な農業には向かない地域だった。石炭産業以外の産業基盤が乏しかったため、雇用の受け皿がなく働き手の若者が都市へ流出し、人口が激減。町には高齢者が残る結果となり、急速に少子高齢化が進んだ。炭鉱の閉山対策、 観光シフトのトンがもたらした問題については、性再建問題を参照。最盛期からの夕張市の人口減少率は全国の自治体でもトップクラスである。2016年9月30日時点の住民基本台帳では、北海道歌市内市に次いで全国で2番目に人口が少ない市であり、人口密度は全国の市で最も低い。 これに加え1991年、平成3年より、北海道開発局によって夕張川に夕張シューパロダムの建設が計画され、これに伴い大夕張地区の住民188戸が移転した。2006年、平成18年よりダムは本体工事を開始し2015年、平成27年3月に竣工した。ダム完成による莫大な固定資産税収入や、 水源地域対策特別措置法による周辺地域整備のための国庫補助など新たな観光拠点育成としての期待がある一方、世界的に稀有な協力形式である三支援橋の水没や公共事業依存への懸念が出ている。現在は気温の寒暖差を生かしたメロン栽培、夕張メロン、花畑牧場の誘致、夕張国際ファンタスティック映画祭開催など、 観光の街として地域おこしを進めているが厳しい状況にある。これに加えて2015年からは市中心部に人口を集約して行政サービスの簡素化を図る夕張市まちづくりマスタープランが進められており人口減少社会のモデルとして注目が集まっている。前述のようにかつて夕張は観光の街として栄えたが 石炭から石油へのエネルギー政策転換により、次々と炭鉱が閉山されていった歴史を持つ。1990年、平成2年には、最後の三菱南大夕張炭鉱が閉山し、夕張から炭鉱がなくなった。これにより、炭鉱会社が公員向けに設置した、インフラストラクチャーを主が買収することになった。1982年、昭和57年、 北端が所有していた夕張大港病院を私立病院に移管。その採取は40億円を負担している。さらに北端は夕張新炭鉱での事故を理由に、公算税61億円を未払いのまま撤退、倒産で払えなくなったとも。また北端、三菱は炭鉱住宅5000戸、市営住宅に転換、改良住宅に建て替えや上下水道設備などを、 夕張市に買収してもらい、その額は151億円に達した。結果、炭鉱閉山処理対策費は、総額583億円に達した。また、こうした施設の建設に際して、地元業者優先の随意契約が多く行われ、建設費も適正な価格に比べて、相当高くついたケースも見られた。このほか 事業が観光客誘致よりも雇用確保に傾いたため、各施設が余剰人員を多く抱えていたことも、観光関連施設の収支を悪化させる要因となった。1982年12月20日の北海道新聞では、市は財政再建団体への転落必至と報じられ、自治省は財政禁縮を強く指導したが、市は従わず、 前年度比17%増の積極予算を組んだ。市は、中田哲春元市長時代に、石炭産業の撤退と姿勢の悪化に対し、炭鉱から観光へと、テーマパーク、スキー場の開設、映画祭などのイベントの開催、企業誘致により、地域経済の再生、若年層を中心とする、人口流出の抑止、雇用創生などを図ったものの、 その後のバブル崩壊による景気低迷や、それに伴う観光客、スキー客の減少もあり、ことごとく振るわなかった。観光、レクリエーション投資における訪漫経営が、累積赤字として重くのしかかった結果、市の財政を圧迫していった。山端地域振興臨時措置法が2001年、平成13年に執行したことなどで、財政状況はさらに悪化した。 2002年3月、市はマウントレースイスキー場を26億円で買収することを決め、被災を発行し資金調達しようとしたものの、北海道庁は負担が重すぎるとして許可しなかった。そこで市は土地開発公社に買収させ、市が肩代わり返済する闇記載的行為に手を染めた。一時借り入れ金などの活用により、表面上は 財政黒字となる手法を取ったため、負債が膨れ上がっていった。一時借入金残高は12金融機関から292億円、企業会計を含む地方債残高が187億円、公営企業と第3セクターへの債務、損失保障が120億円とされ、夕張市の標準財政規模、44億円を大きく上回っており、一般的に10年とされる、 再建期間での再建は、ほぼ不可能な状態であった。2006年、平成18年6月20日に、後藤健治市長、当時が、定例市議会の冒頭で、総務省に対して、財政再建団体の申請を行う考えを、表明した。2006年、平成18年8月1日に、夕張市の財政状況の調査に関する、 経過報告を北海道が公表した。道は、再建期間短縮等の観点から、赤字額の360億円を年0.5%の定理で有し、市場金利との差額は、道が負担、国も、地方交付税交付金などによる支援を打ち出した。これらの動きにより、再建期間は18年間の見込みとなった。財政債建団体指定は、1992年、 平成4年の福岡県赤池町、現、福知町以来、北海道では1972年、昭和47年の福島町以来、市では1977年、昭和52年の三重県上野市、現、伊賀市以来となる。なお、当時の後藤市長は、北海道新聞、2007年、平成19年4月17日の取材に対して、2006年、 平成18年6月10日に同市に巨額負債を報じられる以前の2月、総務省に特別交付税の陳情に行った際に財政再建団体指定を覚悟したと語っている。2006年度決算における実質交際比比率は38.1%だった。これは全国でも長野県大滝村の42.2%に次ぐ数字であり、 財政再建団体を適用しなかったとしても、2008年度決算から適用される地方自治体財政健全化法の財政再生団体に該当することになっていたと想定される。三端地域振興臨時措置法の執行により、同法に沿って行われていた地方交付税交付金の手厚い分配がなくなり、地方債への依存度が高まった。そもそも地方債発行には、 都道府県知事の許可が必要で、2006年、平成18年4月からは、財政難の自治体を除き、国と地方自治体が事前協議した上、地方自治体の判断により発行する制度に移行。夕張市など6市町、他に、宇多し内市、赤平市、三笠市、上砂川町、足別市は、限度額に近い金額を記載して極端な財政危機に陥った。そこで、 空地ん探知域総合発展基金など、各種基金や、銀行、信用金庫など、金融機関からの借り入れという形をとって、急場をしのいだと言われている。こうした流れは、本来、一時的に税収が不足した時や、会計制度上財政が逼迫しやすい、会計年度末に、小額、短期間取られることが多い上等的手段ではあるが、六市長は、 税収不足の補填や、融資自体の返済のために借り換えに借り換えを重ね、債務は累積し、いわゆる自転車創業状態に陥った。4月1日から5月31日は決算の推筒整理期間だが、その期間を悪用して、旧年度の会計に新年度の会計から化して、見かけ上黒字に見せかけるなどの違法な決算操作が行われていた。さらに、 北海道拓殖銀行の破綻、1997年とバブル崩壊後の道内不況が追い打ちをかけた。市の第3セクターである株式会社石炭の歴史村観光、負債額74億8800万円、夕張観光開発株式会社、負債額54億6000万円、夕張木炭製造株式会社、 負債額16億円の3社は破産処理された。2006年、平成18年9月から、市職員の給与を削減することとなり、市長は50%、月収86万2千円43万1円、助役は40%、教育長は25%、一般職員も15%カットとなり、4億200万円の削減となる。2007年、 平成19年4月からは、さらに削減し、市長75%、月収25万9千円、年収374万円、助役70%、月収24万9千円、教育長66%、月収23万9千円、上金監査委員も22万9千円など、徹底した削減がなされ、市長の給与は全国最低となる。 市議会議員の人数も18人から9人に半減、議員報酬も31万1円から18万円に削減される。2007年の映画祭は中止された。さらには、新規職員の採用凍結や早期退職勧告により、職員数も削減している。早期退職希望者が130人を超え、定年と自己都合を合わせ、全職員の 約半数の152人が2006年度末で退職した。これは当初の削減計画の人数にほぼ合致している一方、急な退職で姿勢の滞り等が心配された。市はこの早期退職により人員削減計画の前倒しとするとした。早期退職者は役職者が約7割を占め、部長、次長職は全員辞めた。 2007年度末の退職者の内訳は、部長職12人全員、次長職11人全員、課長職は32人中29人、主管職は12人中9人、係長、主査職は76人中45人、一般職が166人中46人となっている。また、市が保有する観光施設31施設のうち29施設を運営委託、売却、 廃止する方針も明らかになったが、道内観光大手のカモリ観光を中心に委託、売却先がほぼ決定した。市民負担も大きくなり、市民税が個人均等割3000円から3500円に、固定資産税が1.4%から1.45%に、軽自動車税が現行税率の1.5倍に増額、入当税150円も新設される。また、 ゴミ処理は一律有料化、施設使用料も5割増、下水道使用料が10メートルあたり1470円から2440円に値上げ、保育料は3年間末え置くが、その後7年間で段階的に国の基準にまで引き上げる。経路パスは廃止予定だったが、個人負担額を200円から300円に引き上げて、存続されることとなった。この影響もあって転出者が相次ぎ、 2006年2007年の2年間で人口が1割近く減少した。公共施設に関しては多くの施設が廃止されることになっていたが、世論の反発などもあり、見直された。全廃予定だった7カ所の公衆トイレの内清水沢と沼の沢を存続。南部コミュニティセンターは、使用料を引き上げ、町内会などによる管理運営を条件に存続。 スイミングセンターは、夏季限定で営業する予定であったが、2008年、平成20年3月に、雪の重みにより、屋根の一部が崩落し、使用不能となり、修復も検討されたが取り壊された。図書館は、増唱保険福祉センターに移設し、貸し出しは継続、廃止された。財政再建計画はその時の状況に合わせて、改定されているが、 現在再生振り替特例債の借り入れを行い、2027年3月に再生振り替特例債召喚終了を予定している。平成26年度までで約52億円分を返済済済みである。政府や北海道庁以外に東京都が職員派遣により夕張市の再建を支援した。2011年市長に初当選した鈴木直道は都職員で 夕張り派遣を経験したことから市長選出馬を要請された。また、夕張り市財政破綻の教訓を研究し、人口減少時代のコミュニティについて考える、夕張り学会が2018年発足している。健全化判断比率、平成20年度、1年間、実質赤字比率、ピーク時7 3 6 0で、財政再生団体となった。 平成20年度1年間連結実質赤字比率ピーク時705.67%で財政再生団体となった。平成20年度1年間公共下水道事業会計の資金不足比率ピーク時156.5%で経営健全化団体となった。かつては石炭の採掘が主要産業だった。現在はメロン栽培。 夕張メロンを中心とした農業と、精密機械や食品加工業、石炭の歴史や映画などをテーマにした観光産業からなるが、観光産業は市に巨額の負担を敷いており、その上司財政の悪化が表面化。人口減少や著しい高齢化、2014年の時点で65歳以上比率が市としては、全国最高の46%も相まって、 企業の進出が進まず、先行きは、極めて厳しい。また農業では、夕張メロンの名こそ、全国的に知られているものの、もともと炭鉱都市として、成立、発展してきた経緯や、地理的な条件もあり農村部が少なく、全人口に占める、農業就業者数の割合も、近隣の栗山町や湯ニ町に比べてかなり低い。農家はかつて炭鉱の高校がなかった沼の差は、富の、 滝の上、紅葉山に多く、ある程度の定住傾向が見られるものの、高齢化も進行しており、自然体の人口激減に比例して、農業就業者も大きく減少している。空地商工信用組合及び空地信用金庫は、夕張市を営業エリアに含めているものの、視点は未進出。ふるさと納税制度を採用しており、市とを指定する寄付と市とを限定しない。 寄付の方法がある。栗山警察署、夕張郡栗山町が管轄する。夕張市消防本部、2015年国勢調査によると、夕張市の2010年から2015年にかけての人口増加率は19.01%減であり、減少率は全国で6位、東日本大震災で被災地となった自治体を除く、市の中では最悪である。 炭鉱閉鎖後に主要な産業が育っていないことや財政破綻、著しい高齢化による自然現象などがあり、北海道の空き家率ランキングで1位にランクされる。2013年6月に人口が1万人を割り込んだ。1万人割れの市は、宇多し内市、三笠市に次いで3例目となる。 2015年の国勢調査速報による人口は8,845人で、三笠市を下回り、宇多市内市に次いで人口の少ない市になった。2017年5月末、65歳以上人口の比率が50%を超え、日本の市としては初の限界自治体となった。2019年5月、人口8000人を割った。2015年国勢調査によれば、 以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。大学の施設、小学校、中学校、高等学校、学校はすべて公立。市の再建計画に基づき、2008年、平成20年4月に、小中学校、各一校、ほろ南小学校、ほろ南中学校が、閉校となった。2010年、 平成22年4月に中学校2校、千代田中学校、緑葉中学校が並行された、清水沢中学校の跡地に、新たに、夕張市立夕張中学校を新設し1校になった。2011年、平成23年4月に、残った、小学校6校、清水沢、滝の上、のぞみ、緑、夕張、 若名な中央の各小学校を一校に統廃合し、清水卓小学校の校舎を整備して、夕張小学校となる。夕張市教育委員会では統廃合後の児童の人間関係を良好にスタートさせるため、日高町にある国立日高青少年自然の家の支援を得て、2010年12月に、低、中、高の学年団ごと、清水卓小学校に児童を、目、 市内全児童に対し人間関係づくりトレーニングの指導を行った。同立高等学校、中学校、小学校、夕張市はかつて炭鉱で栄えたため、当時の炭鉱労働者の社宅が多数市営住宅に引き継がれている。そのため、市外には多くの市営住宅、団地が存在する。2004年、平成16年まで、風域が2016年、 平成28年まで13便駅があったが、どちらも旅客駅から転換され、信号場となった。経営再建のため路線廃止を検討する JR、北海道に対して、夕張市は2016年、地元自治体側から鉄道廃線とバス転換による公共交通機関の改革策を提案。JR と北海道庁から協力を取り付けた。こうした取り組みが、 夕張方式とと呼ばれることがある。こがあ観光施設等はすべて市からの指定管理者、カモリ観光などが指定されたに運営を委任した。夕張市石炭博物館は、2015年、平成27年にカモリ観光から返上され、夕張市教育委員会が直営で運営している。1979年に夕張市役所別館内に郷土美術館として開館。 北海道内の市町村立美術館としては、網走市立美術館に次いで2番目に開館した。市民ギャラリーなどを備えた独立した施設を求める声が多くなったことから、1988年、朝日町4-3の元ボーリング場の建物、1970年に建設。鉄骨、鉄筋コンクリート作り地上1階、地下1階を市が買収の上回収し、 同建物に移転した。彫刻家、佐藤忠義、版画家、斉藤清炭鉱画家、畠山哲夫、山本作兵衛の作品や書、写真など、約800点を収む。夕張、武順市有効記念館併設。11月から4月まで冬季休館。市の財政破綻により、2007年4月から、カモリ観光市会社の夕張リゾートが、指定管理者となり運営。 2012年2月22日夜から23日未明にかけての間に積雪の重みで建物が倒壊。屋根、壁が大きく崩れたが、地下収蔵庫は無事で、収蔵品には被害がなかった。以後は休館となり、2012年4月、建物は解体され、さら地となった。市には大体の施設を用意する余裕がなく、2012年7月31日、 常設展示施設としての美術館については廃止する方針が示された。2013年8月、指定管理者のカモリ観光、夕張リ,リゾートから、損害額約8,500万円の弁済を2013年度中に受けることが決まったことを受け、同年9月、市議会本会議にて、美術館設置条例の廃止可決、美術館、有効記念館とも廃館となった。 2013年3月、市民ギャラリーについては、清水沢区公民館を代替施設に充てることになったが、収蔵美術品等を展示する施設は確保できず、すべて他の公共施設に移され、元館員、学芸員らの手により保管されている。2014年7月から9月、北海道西古町の有島記念館において、特別展、 夕張市美術館コレクション店マイナス担当、夕張の美術委が開催され、再び所蔵品が公開された。夕張市内では学校などの公共施設で数点の所蔵品が公開されているものの、美術館に代わる展示施設がなく、新施設の建設も極めて困難なため、市内での美術館活動再開については未定。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。